その初めて海外に移住したいという、まあ、初心者でも安心していけるタイの魅力をですね、コンサルタントの田村さんにお話を伺っていきたいと思います。かなりやっぱり人気が高かった、マレーシアがやっぱり止まっているという状況でして、まあ、これからはですね、積極的にタイが選ばれる時代も、まあ、来るんじゃないかなというふうに。タイは渡航ができるんでしょうか。ですと、渡航が全くできないという状況にはなっていないようです。比較的初心者の方でもですね、安心していていただけるんではないかなということで、今日この8つについて、お話を伺っていきたいと思います。では、タイ生活においてこれも準備できるんだったらするととってもいいですよっていう一つのライフハック。でこちらの特徴はですね、なんと携帯番号さえ分かっていればお金の送金ができてしまう。一番最初にタイで選ぶんであればここからスタートしていただくのが一番いいですよっていうのが、一番の魅力はハードルの低さだと思います。懐の広さというんですか、深さというか、